あ、そういえばさっき言ってたネットの子って、うん、裏切っても大丈夫な子なんですか？新世界の外国語エプロンだということで、今回はマッチングアプリで出会った女性とこれから会いたいと思います。で、まあ、その方はね、すごい素敵な方なんで、みんなも納得してくれるはずです。そして今居酒屋に来てるんですけども、まあ、居酒屋でね、一応撮影許可もいただいてるんで、そこは心配いりません。で、まあ、こちらにね、マッチングアプリで出会った女性を呼んで今から撮影していきたいと思います。それではレッツゴー。ということで、マッチングアプリで出会った女性と居酒屋に今来てます。ララです。ララちゃんとは1週間前ぐらいからメッセージのやり取りしてて、結構いい感じで、まあ、メッセージしてて、まあ、今回出会おうってことで今回ララちゃんと出会ったんですけど、ララちゃん的には僕どうですか？まあ、かっこいいなと思いますけど、まあ別にそのくらいですかね。ああ、なるほどね。まあそれぐらいしか思ってないみたいです。それぐらいしか思ってないんだ。それがない。ああ、そうか。で、まあ第一印象はまあそんな感じですね。あの、居酒屋来てるんで、せっかくなんで何か食べますか？あ、じゃあ水で。水？居酒屋なんですよ。あ、でも水が好きなんですよ、一番。あ、そうなんだ。じゃあ水ってことで、はい、わかりました。ビール一つと水で。ちなみに事前に聞いとくんですけど、彼氏さんとかはいないですよね？あ、いないです。あ、よかったです。僕も彼女いないんで、ちょうどいいかなっていう。そうなんですね。そう、そうなんですよ。お酒は普段あんま飲まないですか？あ、飲む時もありますけど、まあ、何が一番好きって言ったら水が一番好きなので。あ、そうなんだ。水頼んでます。なんか好きな食べ物とかは？ブロッコリー。ブロッコリー。ブロッコリー特殊だね。そうですね、変わってるって言われるんですよ。変わりすぎかな。なんかゲームとかはしたりするんですかね？ゲームめっちゃしますよ。する。はい。例えば何やるんですか？エイペックス。あー、なるほどね。エイペックス僕もやってました。あ、そうなんですね。はい、今は最近あんまやってないですね。ちなみに、あの、僕ランクとかやってたんですけど、ランクもやってます。あ、めっちゃやってましたよ。そんな別に大したもんじゃないんですけど。あ、そうなんですか。はい。あ、じゃあゴールドとか。あ、マスターは行ったことあります。ああ、そうなんですね。はい。マスター行ったことありますよね。実況者さんですもんね。ダイヤです。まあ、ゲームの話はやめましょうか。あ、そうですね。はい、ゲームの話はやめましょう。違う話の方がいいんで。僕にあのことをしてくれたなんか理由っていうのは何かあったりするんですか？すごく気楽で、楽しそうな人だったので。あ、会いました。あ、なるほどね。はい。まあ、よかった。それだったら、で、恋愛対象には入ってるってことですね。そうですね。あー、なるよね。じゃあ、なんか好きな男性のタイプとか教えてもらっていいですか？あー、そうですね、見た目でいくと、目は二重がいいです。あー、なるほど。で、鼻高くて、はい、で、口がちょっと大きくて、で、はちょっと大きいんですけど、その下の歯の歯並びがちょっと悪い人の方がいい。もう、はいはい、はい、で、あとは髪型はなんか襟足だけこう金髪とかに染めてってすごいかっこいいね。あ、そうなんだ。完全に俺だけど。完全に俺だけど。さあ、まあ、そう、見た目は。それを伝えようとしてんのか。あ、そうです。まあ、そうです。ああ、そっか。まあ、僕もじゃあ言っていいですか？髪の毛が、大体、まあ、ここの鎖骨ちょっと過ぎてるかなぐらいで、まあ、鼻が、まあ、高くて目二重で、眉毛はちょっと下がってるかなぐらいの感覚で、おでこはまあ普通ぐらい、狭くもなく広くもなく、前髪はまあ大体ここぐらいの人ですかね。あ、私です。ああ、そういうこと、そういうこと。遠回しに言ってます。はい、遠回しに。ああ、そういう感じですね。遠回しに言ってます。早いかもしれないんですけど、僕好きなんですよ、ララちゃんのことが。でも1週間前からずっと好きって思ってて。別に。はい、はい。なんで、僕とお付き合いしていただけませんか？ぜひお願いします。ってことで、マッチングアプリで出会ったお方と付き合うことになりました。なんか前回僕ちょっと一応 YouTube のチャンネル多分後で教えることになっちゃうんで、一応先に言っとくんですけど、前回なんか彼女ができましたみたいな動画を僕上げてるんですよ。なんですけど、その方と
僕一回も会ったことないんですね。そうなんだから会ったことないから、まあ、なんか付き合ってる感がないというか、まあ、なんかネットでできた人だし、まあ、リアルで僕は作りたいんで、まあ、会ったことないってことはもう付き合ってないみたいなもんですよね。だからリアルで出会った人と付き合おうかなってことで、そのネットの人は、まあ、言い方悪いですけど、まあ、捨ててララちゃんとちょっとお付き合いしたいなっていうので。はい、よかった、ありがとう、はい、ということで今日からよろしくお願いします。なのでね、これからもこの二人を末永くよろしくお願いします。ちなみに僕の好きなところを教えてください。面白いところ。面白いところ。それ以外は。優しいところ。かっこいいところ。おしゃれなところ。おしゃれなところ。ノリがいいところ。ノリがいいところ、はい、ということでね、まあ、5個も出してくれたんでまあ多分相当好きってことかな。まあ両思いすぎるぐらい両思いなんですよ。なんでもうね、愛してます。ありがとうございます。え逆に。あ、私も愛してます。いやいや、なんかもうちょいなんかいい感じに言ってほしいですよ。あ、ごめんもう愛してるよぐらいの感情。愛してるよ。最近仕事どうですか。仕事、まあ土日は忙しいですけど、平日は暇だし、うん、それなりに楽しくやってる感じかな。ああ、そうなんだ。何系でしたっけ。接客やってます。あ、接客か。そう。ポコさんは YouTube だけ。そうですね。そうなんだ。でもすごいよね、うん、YouTube だけでやっていけるっていうのは。まあ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 大変だろうけど。なんかマッチングアプリの登録名が僕ポコだったんで、ポコさんってずっと呼んでるんですよね。なんか違和感あるな。ポコさん嫌ですか。あ、まあ今後はね、まあ本名で呼んでもらう感じにしたいわ。今年中にはまあ一緒に住みたいかなみたいな。あ、めっちゃいい。私もそう思う。一緒に住んでれば、まあなんかいろいろね、僕の仕事にも支障があんま出ないし、ちょっとフラット出かけてで帰ってきて、僕は仕事に打ち解けるっていうか打ち込めるじゃないですか。あ、そうね、確かに。そっちの方が時間作れるもん。はいはいはい。なんで、まあ、一緒に住もうかなっていうのも考えてるんですけど、どうですか。あ、もう私も早く一緒に住んで、早くも結婚して、早く子供産んで、もうどんどん進んでいきたい。あ、もうね、でも今年で全部それ完結させたいよね。あ、いいね、結婚とかね。いいね。もう早いことに越したことないと思う。そういえばさっき言ってたネットの子って、うん、裏切っても大丈夫な子なんですか。もう全然、どうでもいいかなっていうか。どうでもいい。ちょっとかわいそうじゃない。かわいそうっていうか、会ったことないから。でもその子は付き合ってるって思ってる。思ってるのかな。思ってると思うけど、なんかあんま関係ないかなっていうか。じゃあそれ私のことは言ったの。一応言ってない。一応言ってない。まだ。まだね。これから。まず、うん、言った方がいいよね。まあ。一応なんだけど、もし、相手の方が、なんていうかわかんないけど、二股 OK だみたいな風に言ってきたら、どうですか。あ、別にいいよ。あ、いいんだ。あ、じゃあ俺は同時進行してもいいってこと。まあ、私は別にいい。ああ、一番でかいっすね。いや、別にいい。なんかそんなに真剣に、考えてないし、ただまあ、急いで今年中に、同棲したりとか、まあ、するけど、まあ、同時進行で別に他に女の人がいたところで何とも思わない。ああ、そっか。一応結婚した時の場合のこと考えてるんだけど、結婚した場合、僕不倫しても大丈夫ですか。あ、別にそれは気にならないかな。ああ、ほんと。だから別にその私と結婚して籍入れるなら、他の人と付き合ってても関係ない。関係ない。好きにやってもらっていいですか。ああ、ほんとですか。わかりました。じゃあちょっと不倫バンバンするかもしれないんですけど。全然いいよ。ああ、いいですか。すいません。という感じでね、結構寛大で器がでかいんですよ。僕がどんなに遊んでようが、僕が何しようが全然気にしないタイプらしくて、それで全然大丈夫って言ってるんで、この方とずっと一緒に共に生きていこうかなと思います。それでは最後まで見てくれた方ありがとうございました。